ね、受験したんですよ彼が小学校受験がもう去年1年間もうそれに全部寮私と夫はかかりました小学受験って僕はやったことないんですけど、はい、面接をすするんですか学校によってですけど、うん、こういったペーパーがあるとこもあるしノンペーパーって言って本当にただ集団の中でどういう行動するかとか、はあ、あと生活能力って言ってなんかあのんか風呂敷を包む。<laughs> お道具箱にちゃんと先生が入れてるのと同じようにファイルとか筆箱を入れたものをこの最後に風呂敷で包むみたいなこととか結構ねあのあ<ー>高度なことですねあと面接もありますけど風呂敷なんて使わないじゃないですか日常ね,ね今はね。